皆さん本日はちょっといつもとは毛色が違うぞっていう感じでございます。はい、なんと、はい、私たちの動画を見てくれている視聴者、もうファンって言っていいですか？ありがとうみんな。ファンの子が、うちらにオリジナルゲームを作ってくれました。じゃじゃん、こちらはーっていうゲームのイチナルバージョンをね、すごい。はーっていうゲームみんな知ってますか？知ってる？どういう時のはーだかを当てるみたいな。だからこのじゃあはーはなんだろう、相手に対して疑問を持ってるというか、そういうのを当てるゲームなんですよ。はー、あ、疲れてる時のはーですかみたいな。はいはい。もうすごい、なんか説明書みたいなの入ってる。本当だ。ちゃんとパウチしてある。すごい、マジすごい。ありがとう。まあ基本ははーというルール、はーっていうルールじゃない、はーっていうゲームと変わりません。で、まあそれの一の版なんだよね。で、忘れちゃいけないのが、ジェスチャーとかを行っちゃいけない。表情は変えていいけど、言葉はあーとかやったらバレちゃうもんね。そうそうそう、みたいなのはダメ。なるほど。声だけなんね。ジェスチャーカードはジェスチャーのみで、声は出していけない。おもろっていうのがあるらしいです。私からやろう。わかりました。おお、すごい。一番最初にふさわしいのが来ました。はーです。おお、はい、お、すごい。おお、内容がさ、ちゃんとダルが怪我した時の歯。おお、そういうのありますよ。なるほど、すごい。ラインナップ結構ありますね。じゃあ私は、なるほど、はい、私はこの中の一つをやります。はい、じゃあいきます。私の歯はどれでしょうか？はぁです。おお、この中から選ぶんだよね。ああ、わかった。頼む。なんかちょっともう私は10円になれないと思ってしまうね、これダメだったら。この歯は、はい、びっくりした時の歯。正解。やったー。でもびっくりしたもんね、めっちゃ声大きかったもん。やった。じゃあいきます。はい。おお、やばい。やばいだって。あ、いろんなやばいがある。おお、すごい楽しいね。それはなるだけ見るやつ。はい、はい。ああ、いい。よし、覚えた覚えた覚えました。見てるね、私。はい。じゃあ私の選んだやばいいきます。やばー。今のこれは別にあれだもんね。あ、そうしたね。何もできなかったけどね。おー、来た来た来た。オッケー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 。これは G、 本当はやばくない時のやばい。ファイナルアンサー。あ、でも違うかもしれない。ファイナルアンサー。私はやっぱり女優になればー。やったー。いや、これうまいうまい。じゃあちなみにスポーツ観戦中のやばいは。やばっ。泣いてるよね、それか。やばいやばいやばい。あ、そうそうそう。そっちかもしれん。じゃあ次行きます。面白い。すごい。うまいね、作るの。よし。はい。これ私がやる？もういいか。すごい。はい。ためになるなるなるですね。はい。お、何でやるかですね。はい。はい。いきます。ためになるなるなるです。待って、何が起きたの、その私。あ、てかやっちゃった。いいのこれ。あ、それはいいの。これはいい。はい。ちょっともう一回お願いしてもいいですか？いきます。ためになるなるなるです。おー、これかな。めっちゃ迷う。そうだよね。じゃあ、いきます。あー、怖い。待って、これ怖いかも。はい。あなたのためになるなるは、お願いします。C、お化け屋敷の前のためになくなる。これむずかった。マジむずかった。コンサートでのためになるなるなるですよ。あ、ごめん、D やっちゃった。間違えた間違えた。 G だった。 D だと思った。ごめんごめんごめん。私今コンサート、私こんな感じだったっけみたいな。人見知りじゃん。間違えた。やったのはピーマン。ピーマンでした。ピーマンの D やりました。ごめんなさい。 D のピーマンやりました。あー、でも迷ったね。 G だった。お化け屋敷とピーマンと迷った。あ、じゃあちなみにコンサート前のコンサートやっとくとためになるなるなるです。ああ、お姉さんですって感じだね。お姉さんですね。じゃない？確かに。オッケー。いきます。はい。おお、いいじゃん。おお、いいじゃん。いいじゃん。続いてオッケーグーなる。おお、これはね、オッケーグーなるだからあれか。イッチ側の人間だ。おお、そうだ。グーなるではないのか。オッケーグーなるの方ね。うんうんうん。いきます。はい。オッケーグーなる。お？あ、ちょっと待って、もう一回やらせて。いいよ。ごめんなさい。オッケーグーなる。おお。ちょっとなんか私自分で OK グーナゲットのめっちゃ新鮮すぎて、なんか OK じゃないよね。NG グーナゲットってこと OK じゃないよ。なんか多分 H 普通の OK グーナルこちら G の話し相手がいない時の OK グーナルです。なんか暇っていうか、なんかたまにさ、なんか Google フォームとかにさ、暇な時ってさ、でなんか歌ってとか言うじゃんのイメージをちょっと出したんだけど、ちょっと難しかった。むずい。ちょっと難しくなってきたぞ。お、よし、次いきます。はい、こちら大丈夫。おー、これいろいろありそう。すごくない？めっちゃもうマニアじゃない？マニアだね。もうマニアックや。なるほど、わかりました。よし、いきます。はい、大丈夫。何その、なんかすごい、出会った当初の芝居の大丈夫みたいな。じゃあもう一回すごい、なんか懐かしい気持ちになっちゃった。大丈夫、ちょっと待って。違う、ダメだ、もうめっちゃ面白い。どれ？ E サイレントの湊斗の大丈夫。ねえ待って、私目悪くなったかもしれない。あったんだけど、でも E やった。待って待って、 E やったんだけど、もう私目悪くなったかもしれない。どうした？ F って何だった？ F は1がゲームしてる時の大丈夫。でもいいやったから正解。なんやなんや、自分が怖い。大丈夫大丈夫大丈夫。ごめん、ちゃんと見るちゃんと見る。ごめんなさい。サイレントの見るやりたかったのかもしれない、自分が。あ、これだって思っちゃった。やったって、ごめんなさい、本当にごめんなさい。いきます。毎日が誰かの誕生日。名言じゃん、名言じゃん。アニバーサリーのいっぱいある。あ、オッケー、はい、いきます。毎日が誰かの誕生日。いや、やる気の。おお、これはもうわかる。これは D テンション 0% で毎日が誰かの誕生日。正解 D 毎日が誰かの誕生日。わかりやすい。もう選んでいった方がいい。あ、ありありあり。うん、面白そうなの自分で選ぼうよ。じゃあ笑いでいきます。はい、おお、ああ、いいねいいね。いきます。笑い。おお、待って待って、2個あるな。なるほどね、なるほどね。あー、B 苦笑い。正解は違うかな。 C。 いや、迷ったんです。とりあえずの笑い。違う、顔がなんか、顔が人見知りの時のやつだった。なんかね、あー難しい。人に合わせて笑うみたいな難しいをやってしまった。本当に演技になってた、マジで。そっちか、なんか裏を読んじゃった。気合入っちゃうよね。うん、やっぱいいね。おもろいおもろい。悪魔の笑いやってほしかった。うん、やばやば、うまっ。私一にやってほしいやつあるんだけど、これ変顔。これはもうなんかもう表情筋がすごいから。いや、むずっ。いきます。あ、わかった。はい、わかった。いきます。 D 控えめの変顔。ちょっと待って、ちょっともう一回やるね。じゃあもう一回やるね、もう一回やるね。あー、はいはいはい、わかった。 D 控えめの変顔。おい、 C だよ。 C 企んでる時の変顔。控えめの変顔。だからそういう表情の要素入れたらほらやばくなくなっちゃう。ちょっと表情を入れて、アルファベット読み間違えてね。 C?D 控えめの変顔じゃない。控えめだったのか。あ、なるほど。あ、そうなんだそうなんだ。じゃあね、話変わってきてる。じゃあ普通の変顔もちょっと変顔。なんだろう。あ、なるほどなるほど。じゃあ恥ずかしながら変顔。恥ずかしい。ああ、なるほど。びっくりした時の変顔。おー、じゃあハードグミ食べないの。おお、初めてやる変顔。初めてやる変顔。それ吹っ切れた時じゃないんだ。おお、面白かった。じゃあもう見慣れちゃってるの。10年ぐらい見てきたら、ああ控えめな笑顔。はい、ということでいろいろやってきましたが、パーっていうゲーム107番を作ってくれてもありがとうございます。ありがとうございました。すごい楽しかったから、なんかほんとすごいグッズ化したいぐらいのレベルが面白かったです。アルルファベット読めるように頑張ります。本当ごめんなさい。それではまたその動画でお会いしましょう。ごきげんよう。今日もいちなぐ TV を見てくれてありがとう。チャンネル登録や高評価、コメントもよろしくね。 Twitter や Instagram もやってるので、ぜひフォローしてね。それじゃあ次回までごきげんよう。